皆さんこんにちは、ウーガチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。今回は皆さんから要望がね多かった三連マシンのセッティングの出し方について紹介させていただこうかなと思います。正直言うと三連マシンのセッティングの出し方なんていうのはそもそもね存在しないです。はい、それなぜ存在しないのかというと、もうみんなのマシンと僕のマシンが違うようにマシンによってセッティングっていうのはね、もう大幅に違いますから、セッティング教えてくださいとか言われても、まあ、正直どうしようもないなと言ったのが現状ですね。まあ、その現状からそれでもねいいよっていう方が結構いらっしゃるんですけど、文章で説明したりするよりも動画にしちゃおうと思って、まあ、今回の動画上げましたんでね、上級者の方とかは、まあ、動画を閉じて戻っていただければいいかなと思います。今回は、まあ、あくまで初心者に向けて、まあ、コースをどう攻略するか、そして大会とかで勝てないよっていう DM の方のためにね、どういう風にしろっこがセッティングを選んでいるかっていう、しろっこ流のセッティングの出し方について今回はやっていこうかなと思います。今回ね撮影させていただいたのがラジコン広場大網店さんですね。以前ながらにあったラジコン広場さんが大網に移転されたということで、まあ、しろっこの家からね車で3分ぐらいになってめちゃめちゃ近くなったんでね、もうそちらの方で今回は検証をやっていこうかなと思います。しろっこもこれ初めて走らせるから、まあ本当にしろっこのセッティング方法ともう全く同じになりますので、セッティングの出し方が分かんない、大会どういう風にすればいいのか分かんないっていう方はぜひこれ見ていただければいいかなと思います。それではね始めたいと思います。はい、ということで今回はラジコン広場さんのコースにお邪魔してます。これがねめちゃめちゃ難しそうなコースなんですよ。ドラゴンバックからの2枚着地で、カチャカチャとウェーブを抜けてレーンチェンジを超えた後に、これチューリップですね、チューリップがあって、ここ普通のコースに見えるんだけど近づくとレーンチェンジャンプ2枚からのバンク、そしてウェーブで、この謎のアイガースロップ、そしてゴールということになりますね。ここ何なんだろうね、これね、これどうなってんだと。はい、ということで今回使用するマシン、シロッコのいつものホイールマシンですね。でタイヤ径 24.5、 そしてモーターが一応アケポン今回用意しました。2018年の29000回転、消費電力 0.7A だったかなのモーターを使用してます。で電池がネオチャンプで、フロントが AT、 リアがアンカーになってますね。でリアは 3mm を張るともうバンクギリギリで、フロントは 3mm を張るとバンクかする程度になってます。ですので、まあ、セッティングの幅が広いブレーキバンパーを今回使用してますね。はい、ということで一番最初のとりあえずね初見で見た感じのブレーキセッティングはフロントピンク 2mm、 リアが青の 3mm になってますね。ちょっとフロント強めにしてとにかく2枚着地を止めてしまおうといったような感じですかね。第1走目なんですけども、まあこのバンパーめっちゃ使ってるんでね、ドラゴン2枚はだいたい覚えてますよね。さあここであれって思うんですけども、なんとバンクからバンクなんですよね、これね。もう簡単に言うとバンクだからそのままスパンって抜けていっちゃうんですよ。で着地がこう意味わかんないことになってるから、逆にもっこりしてる、下って登って下るみたいな感じになってるから、いやフロントピンクは無理だなと思って、まだちょっとねドラゴン余裕ありそうだったんでフロントを青の 2mm に変えてみました。さあどうなるか、青に変えると、まあまだこれはチェックの段階ですからね。さあこのアイガーと言いましょうか、アイガーがしっかり超えられて、お、これ完走なるか、いやちょっとなんか今変な感じで入ったな、あなんかおかしい、これブレーキ剥がれましたね。さっきのバンクにこう無理やり入っていった感じの時かな。やっぱりペロリンチョしてるわ。まあ剥がれないようにねしっかりパーツクリーナー等でフロントダッシュしてもう一回貼り直しました。で電池を変えてみてちゃんと走るかどうかのチェックしていきたいと思います。前後青だからまあこうそうなるかなとは思ってましたが、やっぱりねまあフロントもリアも青だと厳しい。でもねフロントを今回きつくすることはもうほぼできないと考えてますんで、まあ、今回はリアを強くしてみました。リアの、まあ、青をピンクに変えてフロントを青といった感じで、さあどういう結果になるか。はい、しっかり止まる、しっかり止まって、ここはどうだ、ちょっとギリギリまで飛びすぎてますよね。そこのバンクからまあここになるわけだから、バンクを最速で抜けたりとか、まあ、バンクで止められないときついのかな。
まあ、ちょっとね、あのいろいろ悩んだ挙句、フロントに青の3ミリを貼って、フロントをね、ちょっとバンクすらせる感じでいこうかなと思います。はい。ちょっとバンクをすらせてあげればいけるんじゃないのか説。さあ、バンク、バンク、ここでも吸ってトントン。ね。そう、バンクですらせりゃ、あのアイガーの上に落とせるんですよ。ね。うん、ただ遅い。ただなんか奥がもっさりして、ちょっと走りとしてはあんまり気持ちよくないな。はい、こうトントンって止まるんだけど、下りでちょっとねバランス崩しました。これが一応 28.79、 完走タイムは大会に出るなら必ず控えておきましょう。そして電池を変えてみて、もう一度走行。さあどうかなと。ちょっとギリギリだったんだけど、はい、なんか暴れたな。ちょっとね、電圧上げるとね、怖くなってくる部分っていうのはね、何個かありますからね。こうやっぱ後半になってくると危ないですね。で、フロントの青もつんのめってた気がするので、今回はフロントをね、なだらかにしてみました。まあこのやり方はね、ライターで炙って、まあ潰した感じですね。お店によってはね、非火器厳禁のお店ありますんで、ダメなところでは使わないようにしましょうね。こうすることによってね、フロントがつんのめらなくなります。さあどうだ。さあここは決めていきたいが、やっぱりフロントの角を落としたことによって、ちょっとブレーキが効きにくくなったということで、まあ、やっぱりね、フロントにはどうしてもブレーキ入れたくないんで、リア側をさらに2段ブレーキにして強力な感じにしました。こうね、走らせてみないとどっちのブレーキがね危ないのかっていうのはなかなか分かんないんですよね。はいはい、これでね、なんとなくですけどアイガーは攻略した気がする。そしたら今度立ちはだかるの、ここ。そう、この2枚、ドラゴン2枚とここがしっかり入るようになってくると、今度は要は速度が上げられるようになってくるわけじゃないですか。電圧速度が上げられるようになってきて、まあ、結果的に速度が上がって、あそこのレンチェンジャンプ2枚が入らなくなると。これがね、非常にミニ四駆の大会とかでは結構多くありますよね。これが難しいんですよ。さあここのね、レンチェンジャンプをどうクリアするかなんですが、さあ完走した時の電圧っていうのをチェックするために、さっきはずっと走らせました。なんで完走する前の電圧をね、今回調べたいと思います。さっき 2.6 から 2.93 に上げて、まあこれはね、入らないなって思いながら見てます。はい、なんか入りそうな雰囲気はありますけど、ここからね、レンチェンジャンプなんで、このレンチェンジャンプで必ずこうなりますね。で、真ん中のレーンに行ったんで、これはすぐに回収します。回収して電圧をチェックして、今 2.8 なので、もう一度このまま走らせてみるといったような感じですね。さあ 2.8 からだとどうなのかといったような感じなんですが、さあピョンピョン、はい、しっかり入って、ここも、おっと、ここも、これはね、俺のミスです。申し訳ない。ブレーキをね、しっかり拭いておきましょう。だんだんと汚れてくるんでね、だんだん効かなくなってくるんで。さあこれね、走らせる前に電圧を測るの忘れてたなーって思って、やばいなーって思ってるんですよ。これ乾燥した時の電圧なー、どうなんだろうなーって思いながら見てて、さあなかなかいい速度で走ってるとは思います。チューンとかにするぐらいだったらね、こんぐらいのハイパーの方が速かったりしますからね。さあ乾燥しちゃいました。どうだ。そうなんですよ、同じなんだ、もうやっぱりかーと思って、電圧同じだったらもうね、結局同じなんだってなっちゃうからな。さあ悩みながらもう一回電圧を上げてみて、ちょっとでも早いとこ探そうとするんですけどね、やっぱなかなかそううまくいかず、電圧を上げれば上げるほどやっぱりね、どんどんこのレンチェンジャンプが際を向いてくるといったような感じですかね。まあ、一応今引っかかって乗り上げてるんですけど、なんとか入ってる。ね、結局 AT が作動してね、今のは無理やり入ったわけですから、形下った方はちょっと危なかったのかなとは思いますね。今の結果は 28.59 という感じになっ
ってるんですけども、まあ、引っかかってなければっていうそのタラレバの状況にはなってます。まあ、ですがもうそのタラレバはね僕はもう気にしないです。タラレバなしのもう本当 28.59 のセッティングだったんだなと認識します。で今回はもうねレンチェンジャンプでブレーキをかけちゃうということで、レンチェンブレーキを装着してバンクでね、バンクでもする LC でもするようなね感じのブレーキセッティングになってます。そして、まあ、ちょっとふわっと浮きすぎてるような気もしましたんで、ここでリフターをね外してもう浮かないようにします。はい、これでなんとかねセッティング出ないかなと思いました。走らせてます。要は先ほどの28秒フラットのその走りよりも電圧の高い状態でねコースの中に収めたいなと思っているのが、まあ、正直な理由ですね。だけどねやっぱりここが入らないんですよ。ここがねやっぱり電圧上げるとどうしてもダメなの。他のところはクリア、電圧上げてもクリアできるようになってるのに、レンチェンジャンプだけがもうどうしてもクリアできないということで、今回ねちょっと悩んでますね。さあ電圧はパンパン、どうしてもこのパンパンで入れたいと。ブレーキはね変えましたから、ブレーキを青に変えて2枚目を青に変えて、要はバンクとかレンチェンでするのは青でね、これね青の方が効かないからダメなんじゃないのって思う方いらっしゃいますけど、あのね飛距離的に見てもねあと姿勢だけなんですよ。なん でここに青に変えたりしてもこんな感じで入ったりするんですよね。姿勢一つで入るんで、今回は青にしたら入りましたと。ただ1周目のね、まあ、コースアウト気味だった部分がかなり響いてタイムは 28.66 なんですが、まあ、これがね一番良かったんじゃないかなと個人的には思っています。もうまあ大会で使うなら28秒のあのセッティングかなとは思っています。その電圧的にも危なくないラインにいるし、一番安定していたからこそ出たタイムであって、他の人がバタついたりすれば、まあ、そこで食っちゃえるようななんかね感覚はありましたんで、電圧 2.75 ぐらいからスタートの、電圧、まあ、走り終わった後 2.6 になるような感じのセッティングでいくのかなと思います。完走率とタイムのバランスっていうのは非常に大事で、シロッコが多くね大会で直面する状況っていうのは、あのタイムをずっと測り続けてタイムが一番上だった人はまず優勝しないですね。一番トップタイム、その日のトップタイムを出した人はほとんどの確率で優勝しないです。だいたいねタイムの2位か3位が優勝するような感じですかね。なんでトップタイムを目指す必要はないのかなと思いますね。そのトップタイムに多分引っ張られるんだろうな。トップタイムがそのまま優勝しちゃったよっていうレースはね本当に少ないと思います。なんで、まあ、やっぱりねこうやってタイムを測りながらどういったセッティングだったかっていうデータを自分の中で収集して最終的にっていう感じになってくるんでしょうかね。でこの他にもまた重量バランスとか、まあ、今回あえてしなかったんですけど、マスダンパーをね、まあ、いろいろ変えてみたりだとかという部分でね姿勢を変えてみて、まあ、最後言いましたけど、まあ、レンチェンジャンプとかでね結局着地する際のマシンの姿勢とか、まあ、そういったのでも2枚しか入らなかったところがセッティングを変えただけで 1.5 枚でも入るようになったよみたいなのはあります。実際にありますんで、まあ、そういうのもまたというか万が一ねこの動画が好評だったりすればやっていくかもしれません。ですので、ね、もし見たいよって思う方いらっしゃいましたらね、コメント欄の方とかに、気軽に書いていただければいいかなと思います。まあ、正直ね、DM に関しては見てますよ。で、返せる分は返してる。もう本当に今見てる人の中で何人か返ってきたでしょ。もう返せる内容だったら返しますんで、なるべくね、なるべく。まあ、忙しい時はちょっと無視しちゃうかもしれない。無視っていうか、まあ、返せないかったりするんですけれども、まあ、返せるものだったり、返せるタイミングだったらね、返しますので、まあ、それもね、まあ、ありがたく読ませていただいてますということです。はい、ということで、今回はね、3連マシンのセッティングの出し方について動画にさせていただいたんですけれども、この情報が役に立ったという方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。こんなバカみたいにね、長い動画を最後まで見ていただいて、本当にありがとうございました。